するまでに、結成当初から10年間、10周年記念の時に作りました記念ビデオ、記録ビデオをちょっとご覧いただきたいと思います。城山公園、桜の時期の写真が描かれております。これは JR 大宮駅でございます。これはもう風物詩、夏の風物詩となっております。黒部川のイルミネーションでございます。これ祇園祭り、明治41年から続いております大宮の花火大会でございます。会場の中の皆さんの中には、知った方もいらっしゃるんじゃないか。千葉よさこい団体みたいなね、トミーさんだとかユキさんだとか、まあ、この方々から3回ほどレッスンを受けたわけでございます。これが11月3日に開催されました大宮よさこい祭りで195名で演舞いたしました。駐車場全体を使ってのよさこい、作曲者は栃木県の三森様という。ちょっとした触りでございます。10周年の時に作成しました記録ビデオでございます。2008年、作曲しました香取絵巻、2009年の、絆の前、平成18年に香取市誕生しまして、2年目の、香取市をなんとか特徴をイメージした曲を作れないものかということで香取絵巻を作りました。そしてチーム結成節目の年となります。5年目に、さらに、チームの結束力を強くしようということで絆の舞という曲を作りました。まあ衣装にもそろそろ工夫を凝らし始めたところでございます。2009年には絆の舞で初めて神栖ぶっちゃけ祭りに参加しております。はい、準備ができたようでございます。メンバー入場。絶景かな絶景かな、香取の眺めは大千金とは鎮静鎮静、この脇の目から見れば大満了満満了、よしきりさえずり雲とたなびく桜花、いにしえ感ずるこの風情、はて香取の眺めはあうららかじゃな。2009年絆の前からでございます。
まだまだ本当に駆け出しの、ひよっこのよさこいチーム、全て自前というか、曲だけは、まあ、外部にお願いして、振り付けは全て今までの自分たちで考えたということでございます。はい、まあ、こぼれ話先ほどちょっと触れましたけど、まあ、195人がですね、その先ほどビデオで流れましたよさこい連絡協議会の皆様の指導で練習したんですけども、一番その時に困ったのはなんと鳴子です。約200人両手に持つわけですから、400個の鳴子を集めなきゃならないということで、考えました。ない頭絞って、でちょうど海側にですね、100均がありまして、なるべく安く仕上げようという100均に行ってですね、ちょうど売ってたんですね、100円の鳴子が。で数は本当に10個、20個程度 で聞きました、店員さんに。
鳴子400個欲しいんですけど、ええー、何使うんですか、何使うんですかって今流行ってます、よさこいに使うんですよ、そうなんですか、ですぐ1週間以内に揃えてくれということでお願いして無理を聞いていただいて400個の鳴子を調達したのを、まあ、今でも覚えております。ありがとうございます。ありがとうございます。